鋼の錬金術志向の錬金術志向の錬金術師三神を継ぐ少女。鋼の錬金術師三神を継ぐ少女は2005年7月21日にプレイステーション2で発売されたゲームソフトである。ホムンクルスグリードとの攻防の後、ホムンクルスからの干渉を避け、自らの手で賢者の意思を求めた日に出たエドとあるウィンリーの三人はマスタング大佐から北国のバルドラに 賢者の石にまつわる噂があるとの手紙をもらい、バルドラを訪れていた。バルドラで行われていた祭りを楽しむ三人。しかし、そこに突如として、謎の武装集団が現れ、町は攻撃されてしまう。敵を倒し、離れ離れになってしまったウィンディーを見つけ出したエドと、あるは一人の少女が男に襲われているのを見つけ、助けに出るが、錬金術ではない未知の力を使う男に、 やられてしまう。バルドラのやや北方、ブルックス山脈のふもとに小さな集落がある。ここに集まる人間は、バルドラに伝わる伝承の魔女の末裔と言われていて、バルドラの人々は彼らのことをベルザの民と呼んでいる。彼らは自らの体のどこかに因を刻むことで、通常の人間では持ち得ない力を持つことができ、彼らはベルザを神と崇め信仰し、 神の復活を目的としている。しかし、その力を手に入れようと、権力者からはたびたび狙われ、生活を脅かされてきた。一族はずっと自分たちが平和に暮らせる道を探し続けている。ありがとうございます。